武田塾に入会金無料で1ヶ月通える冬だけ武田がスタートしました。高校1年生は今すぐ受験の準備を始めよう。受験生向けの駆け込み武田も受付中。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。小谷水本高校社長清水です。武田塾チャンネル、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。今回は 1,2 年生の子から質問が届いてます。はい。学校で英語の複読本をひたすら和訳させる課題が出ます。しかも答えがもらえません。このような意味のない課題だと思うものはやらない方がいいのでしょうか。答えていきたいと思うんですが、はい、清水先生はどうでした。高校生の時なんかこんな宿題とかありましたか。英語のままの小説というか、はい、あーなるほど。コミュニケーション英語のとは別でちょっと夏休みの宿題とかで読んでこいとか冬休み読んでこいみたいのは、はい、長期休みのたびにありました。僕自身も教科書の和訳ももちろんあるんですよ、はい、それとは別に僕ちょっと SSH っていうスーパーサイエンスハイスクール指定校っていうところに通ってたんで、はい、科学英語みたいな授業で地球と水みたいな論文みたいなのを英語で読むみたいなやつを全部英語で書きなさいみたいなものが出ましたね、はいはい、僕らの学校であったということはみんなの学校でもあるだろうしってことで、はい、ちょっと話を進めていきましょう、はい、教科書なり複読本の本なりを全文和訳するのは意味あるのかないのか問題からいきましょうか。まず全文和訳に関してはタイミングがめちゃくちゃ大事だと思うし、効率ってことを考えると非効率なことが多いんじゃないかなっていうふうに思いますと、うん、順番に話していきましょうか。タイミングが大事っていうのは、はい、英語には勉強の順番がありますと、はい、基礎の単語を覚える、あと英語のルールである文法を覚える、この単語と文法というのは絶対ですね。次のイディオム語彙を増やすって意味で熟語を覚える、そして一文を正確に訳せるように SVOC とか英文解釈の勉強をする、そしてその後初めて長文を読み始める。これが正しい順番だと思うんですよ。この子の高校のみんなが単語完璧文法完璧って状態だったら長文を読んでそれを訳すっていうのはまだ意味が出てくると思うんですけど、はい、多分この子だったり他の子も含めて単語まだだし文法まだ未完成って子がほとんどだと思うんですね、はい、つらつら訳せるなら苦労しないよと。そうなんです、はい、だったら先に単語と文法完璧にしようよって思っちゃいます、はい、ができてないんだとしたら結論この課題はまあやんなくてもいいんじゃないみたいな、ね、そう意味がないと思いますね、はい、効率の話をすると全文和訳ってことは優しい文から結構重要な構文が含まれてる文まで全部訳してるわけじゃないですか、はい、めちゃめちゃ効率悪いなって思っちゃうんですよね。重要な構文があるところは訳す価値があると思うし、はい、SVOC 振ったり構文考えるから意味があると思うんですけど、はい、なんかめちゃめちゃ簡単な本当に中学生でも読める文章だってあるわけじゃないですか。そこを訳させるのってただスピードが落ちるだけじゃないって思っちゃいますね、はい、どんなやり方をしてほしいかっていうと、まあ、複読本だったり教科書だったりとか学校の先生が許す許さないは別として、まず自分で文章を読みますと、はい、単語や文法とか SVOC 振るとか自分で分かるところはもうスラスラそのまま読んじゃってください。あれここのざっと説どう訳そうとか、この指示語の it って何を指してるんだろうとか、はいはい、まあ、つまずくところがあったらそこは要チェック。学校の先生の授業を聞くだったりとかネットで調べるだったりとか、知らないところはちゃんとチェックをつけてもう一回自分でそこだけ訳してみるとか、うん、SVOC 振ってみるとかっていうピンポイントな復習っていうのはめちゃくちゃ意味あると思うんですよ、はい、だからそういう勉強をぜひしてほしいなと。訳せなそうなところとか一回訳間違えちゃったところとかを重点的にやるみたいな勉強がこの子には合ってるんじゃないかなと。ちょっと似たような課題僕の学校でも出てたんですけど、はいはい、全訳じゃなくて要訳を英語でしてくれみたいな課題、はい、基本は読めるストーリーも追えますっていう前提だったら読解経験としてありだと思いますし、入試問題とかになってくると小説みたいな会話文のパターンになるとき、なんだこれみたいになる受験生が結構多いと思うので、普段コミュニティ基本説明文みたいなものが多いと思うんで、そういう文章経験としては結構ありだと思いますし、英語で要約することによってちょっと英作のかじりになったりとか、まあ要約力を磨くみたいなことになることもあるんですが、まあ少数なケースかなっていうふうには思いますね。レアケースってことですね、はい、じゃあまずはこの質問してくれた子がまず基礎力どうなのか、単語熟語文法英文解釈完璧なのか、だったら全文和訳しても意味あるかなと。効率は悪いですけど、はい、で次効率って意味で言うと全文和訳よりもスラスラ読めるところは読んじゃって、訳せなそうなところ難しいところ自分が間違えちゃったところだけ訳すっていうのが効率はいいんじゃないかなと思います、はい、で学校の、ね、成績とかのこともあると思うので、まあ、推薦入試とかで評定大事っていう人は、うん、そうですね、全力でちゃんと取り組んでほしいと思いますし、一般受験だけで受けるんだよって人だったら、まあ、卒業できる程度にそこそこにやってもらったらいいんじゃないかなと思います、はい、ぜひね、皆さんの学校の宿題大変なところあると思うんですけど、今みたいな考え方で英語については取り組んでくれると、うまくいくんじゃないかなと思います。今回は以上です。武田塾では正社員を募集しています。若者の夢を応援したい熱い方お待ちしております。詳細は概要欄から。